はいどうも皆さんこんにちは。喋りで解説してほしいっていうコメントをいただいたので、まあ喋りながら解説します。っていうか日本人でも iPhone6 の画面交換解説動画ちゃんとしたやつがありますし、ちょっと需要が僕なんでだろうわかんないんですけど、とりあえず一応そういうコメントをいただきましたので一応作っときます。っていうか案外再生されてるんですよね。さてやっていきますよ。ちょっと時間がない。でこれ結構ね派手にいっちゃってるんですよね。買った時ねあんま気にしないで買っちゃったんですよ。あんまり安くなかったんですけど、しかもちょっとね欲しかったんで買っちゃいました。カメラ関係はね傷ついてないっぽいですね。でまあこれはですね、うちにあったやつで不良品なんですよ。不良品安いんですよ。2,300〜2,400円で買えるんですけど今。安いやつってだいたい気象が黄ばんでるとか、あとは白抜け、白くねこうシミっぽくなってるんですよとか、あとはコントラストが低いとかね、まあいろいろ理由があるんですけど、要は B 級品 C 級品が流れてきたやつをまあさばいてるですよね中国人が。でまあクレーム入れれば安くなるんですけど、あと完全返金とかできるんですけど、まあそれでまあ結局使わなかったやつですねが残ってます。で、ツールもですねもう付属品のやつでいいです。買ったりしましたけどいらないかな。まず星型のやつでここ開けます、ね、星型ので、でそしたらこれ割れてるからくっつくかな。あくっつかない、あれくっつかないな。くっつかない場合はこれを使って、これもしかしてもう開けてるかな。この感じから言うと、あそうでもないな、開けてないな。なんかちゃんとした日本人の解説サイトだとこうネジを一個ずつなんかシールに貼ってましたね。1番2番3番4番5番って。そんなことはね僕しません。ただねやっぱし元の位置に戻さないと同じに見えるネジでも案外大きさが違ったりするんですよ。まあ後々説明してきます。っていうか僕ね専門家じゃないんでねいいのかなっていう。で開けたら、いらなかった。ここ1,2,3,4つ外します。でこれね長さが違うんでこれ気をつけてくださいね。4つだよね、4つでね。星型はもう使いません。開けるときだけですね星型は。あとは普通のドライバーって言ったらあれなんだけどね、普通じゃないんだよねこれ実は。あんまりね売ってないドライバーなんですよこれ。だからなんだっけ00番だか000番だかもうねドライバーなんですよ。どれがどれだ、これか、これ、ね、こいつがね長さが長いのかな。微妙にこれ違いますから、ここね適当にしちゃうとね結構、まあでも分かりますか、真ん中がすごい小さかった気がするんだよね。うんそうね、うん、左上と右上がちょっとサイズが違うのかな。まあそこら辺はいいでしょう。でここ開けます。こんな感じになってます。はい。でこれで俺電源落としたっけ、あ落としてなかったですね。
落としてやりましょう。金属でこう触っちゃうとねショートしちゃうんで、このプラスチックで電気の通ってないやつでこいつね、まず1発2発3発4発、はい、でこれで外れると。ここまでは全然楽。もうねアンドロイドってだいたいそのヒートガンとかで温めてグルーをね乾かしてじゃねえ温めてね外さないといけないんでね、そういう点はねすごい iPhone ってね親切な設計になってると思いますね。で、外して次これ後ろくします。アッセンブリーでもう丸ごと入ってるこういうスピーカーとかボタンカメラ全部トータルのやつもあるんですけど、映しちゃった方が安いです。どれくらいの値段の差だったかちょっと覚えてないんですけどね、アッセンブリーあるんですよ。うん、っていうかガラス、ここのガラスだけもありますしね。ただそれはガラスだけっていうのはあんまおすすめしません。じゃあね、映していきますが、順番は、まあ、適当ですよ。で、ここね、この3つあるんですけど、これもね長さがね微妙に違うんで、これもがこう分からなくならないようにします。拡大鏡いらなかったかな、一応要所要所で拡大しますか。で外れると。で、あ、がっつり外れたな。だいたいねこれがのり付けされてるんでここにくっついてるんですけどね、もうボロボロで、要はノリがもうねこっちないんだよね。で、はいはいはい、これはスピーカーですね。こっちのこれがスピーカーでカメラ、こんな感じになってます。本当はねここにノリがあるんで、この状態ではねまだ基板本体についてるんですけど、もうここのりがなくなっちゃってるんでね、剥がれちゃいましたね。で、これはカメラ。これもね、これもなんだ、これもカメラかなんかなのかな。センサーなんですよ。で、これが外れるんですけど、本当は。外れてないですね。これは、本当はっていうか外れます、これ。ポロってね。で、これも大事。これもついてないんで、移植します。これもついてないんでね。一応、主要の部品は残ってましたね。こっちにこう使うんだよね、再利用するんで。で、外していきましょう。次このサイドの外しちゃったんですけど、もうここにサイドに1、2、3、片方に3、片方に3、左右トータル6個ついてるんでこれ外します。で、これじゃまず外れないんだね。で、こっち下の3つですね。これも、順番じゃねえや。これ、違うんで大きさが。必ず、位置を、わからないようにしないようにね。は外れます。あ、見えてなかった今、今見えてなかったと思うんですけど、ネジをね3つ外しました。こことこことここで、大きさが違うんで、ちゃんと間違えないようにね、後ではめるときに、覚えておきます。でこれが外れます。ピントがシビアだ。外れますね。で、こうボタンがね、こう外れる。汚いな。で、ここまで外したら、こう上からこう外してきますね、僕の場合。縦
端子にくっついてるの か, だから外さないといけないの、これプチってね。危なかった今。まずここをですね外しますね、プチッと。そしたらもう外れるんですよ。見えてた、こんな感じで。で外れたんで、こっちをペリペリっと外す。ノリでくっついてます。でこれで外れたんで、こっちですね、こっちと交換します。順番は一緒、まずボタンを元に戻してですね、ここを戻します。すんごい僕ねやりづらい。でここにで、ここ大事なのはまずここですね。まずここを、まずここをこう止めることね。この端子止める。で上、ここがね必ずこいつが、こいつが下になるようにしないと、後で組み立てた時にこれが出てる時があるんだよね。大体そういうことやります。そこを注意する。そしたらまずはここを止めちゃう。うん。で止めたら必ずチェックすること、硬さを。これがガバガバだったりするんですよ。今回も結構怪しかったんですけど、乾いちゃってテープが、粘着が乾いちゃったりする場合、してる場合があるんで、そういう場合はテープをね新たに追加するとか、こういう薄いテープがあるんで、こういうテープを追加するとかして、まあ粘着を復活させます。両面テープですね。こんなもんでいいでしょう。そしたら先に横止めちゃいましょうかね。見えてるかな。大体これ、ここですね。ここにポッチがあるんで、ここに刺さるようにね、こいつを金属やめましょう。入れてあげると。で次にこのカメラ2つが、カメラかな、まあ、ここに入るようにですね。これが入ったら今度はこいつらが入るようにこうしてあげる。で次にスピーカーをはめて、でこのカメラ、こっちのカメラもさっきのそのケースに入るようにしてあげる。でカバーして、
でこの時ね、僕知らなかったんですけど、カメラの位置がずれてるみたいなんですよね。ここのカメラの位置がなんかずれてたりする場合があるらしいんで、それをなんかここで緩めながらここ押してね、調整こうグッグッってやるらしいですよ。僕初めて知りました。この間他の人の動画見てね。今は多分大体真ん中来てるんでいいかなと。そしたらもうあとは本体につけるだけなんですが、ここね、ここがだいたいねバラバラになったりするんですよ。なんで大きさ見て、ここね一番長いやつ探してきて、あ、一番長いやつお前下だな、で、短いやつね、短いやつ、うん、お前が短い2番目だな、で最後に中間のやつっていう感じで僕はやってますね。でこうちょっとねはめてきます。なんか入らない。ちなみに順番で言うとこうらしいですけどね。あ、バラバラになっちゃった。わかる？あのネジちゃんと位置が分かんなくなっちゃったんですけど、まあ大体大丈夫だと思います。あれなんか2個ついてる。そうだよね。ていうか俺時間ないよ。それで、まあもう、もっと前の段階でもテストしてるんですけど、はめて、で、これね、大体その、割れてるケースって、歪んでたりするんでね、入らなかったりする場合があるんですよ。これはそうでもないんでね、まあ、すんなり入りましたけど、で、これで緊張の一瞬ですね、動作確認。あれ、電源入んないぞ。はい、ということで、コネクタをつなぎ直して、しっかり、まあ、つないで、締めました。で、これですね。つけるんですが、これ安いモニターなんですけど、ちょっとね、どのパターンだったか覚えてないんですけど、パターンとしては安いパターンの理由、まあそのどういうルートで来てるのかはわからないんですが、その正規工場の不良品なのか、あとはコピーしてる工場のものなのか、まあに、なんだろう、一時受け二時受け三時受け、とか、まあわかんないですけどね。まあそのダメな、ピントが来ないな。ダメな、パターンとしては、同じになってしまうんですけど、まあ、黄色いとか、コントラストが低い、白飛びしてる、白浮きしてるとか、あとは
この光漏れがあるんですよ。これね、光漏れ端末なんですけど、ちょっとね、見てもらいましょうか。わかるかな？わかります？ここ。光がここ漏れてますね、ここ。ここね。これダメなやつですね。ただ、これついてしまうとね、あんまり気にならないんですよ。肉弾じゃねえや。肉眼だとね、リンゴマークはそんなぼやけてないんですけどね。こんな感じですね。ちょっと今多分画面が飛んじゃってるんじゃないかな。そんなことない？多分、これくらいで適正なのかな。カメラだとね、ちょっとあんまり分かりづらいかな。このが見た目だと、あんまりその光漏れ、ああ、でも分かるかな。光漏れはね、あんまり、まあ分かるな。あんまり気にならないですね。若干これね、コントラストはまあ正常だと思います。黄色っぽさがね、若干、黄色みは大丈夫かな。どっかね、白浮きしてた気がするんですけど、色は大丈夫だね。色とコントラストは大丈夫だね。だからそこまで悪い、そこまで悪い、パネルじゃないですね。本当に、もしその海外から買う場合は、はっきり言ってギャンブルです。で、交渉してください。私ね、これでもしかするとね、全額返金だったかもしれません。記憶ちょっと定かじゃないんですけど、全額返金とかもできます。交渉次第で。どれだけうまく交渉するかなんですけど、相手は中国人でもね、全額返金とか、一部返金くらいだったら全然できます。相手も分かって出してますからね。相手もその、要は B 級品ということを分かって出してるんで、そこら辺はね、部分的な返金っていうのは、全然対策できます。ただね、あまりその、サイトにもよると思いますね。僕ね、まあ、いろんなサイトがあるんですけどね、あんまりそこはどうかな、言っていいのかどうか分かんないんですけど、まあ、リスクがあるっていうことをよく分かってもらいたいのと、出品してくる業者によって、全然違います。パターンが違う。この業者の、出てくる、やつは黄色いとか、ここの、出品者はコントラストが低いとか、僕ね、いろいろ買いました。で、評価高いところも買ってったんですけど、評価が高くてもね、やっぱり2500円くらいのパネルはダメですね。はい。で、国内で買うのであれば、8000円で中古で売ってます。8000円で中古で売ってます。純正の中古なんで、どこで買えるのかな？ちょっと僕そこら辺はね、詳しくは覚えてないんですけど、まあ、8000円の中古で買ったりとか、あとは、純正品の新品が1万3000円とかで売ってたりするんで、いいものを求めてるのであれば、まあ、8000円、1万3000円。あとは、海外サイトでもですね、まあ、2300円、400円、500円が、ま、大体相場なんですけど、高いやつもあるんですよ。海外のやつなのに。多分それはその純正に近いものだと思うんですよ。なので、ただしですね、海外から8000円のものをね、買ったところで、それがほぼ純正品かどうかっていうのはわからないんですよ。5000円出せば2500円のやつよりもいいかっていうとそれもわからない。なので、本当にギャンブルです。Amazon で売ってる3000円のパネル。大体日本の、そうですね、Amazon の相場だと iPhone6 3000円くらいで買えるんですけどね。あれは多分この2500円とか2200、300円、そこら辺のものと同じじゃないかな。どうかな。レビュー見ると、まあまあいいレビューついてるんですよ、Amazon の。でも、金額からしたらおそらくあれは B 級品レベルのものだと思いますね。ということで、はっきり言ってね、ギャンブルです。ギャンブルですが、外れたらですね、必ず交渉しましょう。安くなりますから。交渉しましょう。そこはもう大事です。そうすれば、まあ納得できるんじゃないですか。
もう絶対いいものがいいっていうのであれば、もう中古で8000円とか、新品を1万3000円くらい払うと。というわけで、皆さん iPhone6 ですね、僕もそろそろですね iPhone6S 手に入れようかな、どうしようかなって思ってます。それでは皆さん、さようなら。